えー、皆さんおはようございますいよいよ告示、公事の日がやってまいりましたあの。今回の衆議院選挙は、この3年間、まあ、各候補者がどんな仕事をしてきたのか、その実績が問われる選挙だと、私は思っております。選挙戦、選挙から始まりましたけれども、選挙が始まると、政治家はいいことしか言いません。これをやります あれれををやりますこれを配りまますすこ配でも本当にできるんでしょうか、やっぱり有権者の方は冷静に見ていると、私は思っております。その政治家がこの3年間、どういう行動をしてきたのか、いったことを本当にやれているのか、やはりここが今回の2区の選挙、勝敗を分ける鍵になると、私は思っております。私は県議会でこの府駅の竹課題取りり上げをししてまいりまいた 今、時間が9時15分ですけれども人影が本当に少ない本来であればこの時間はもっと人が混んでいるはずですこの武富駅と鯖江駅から特急がなくなりました白鷺とサンダーバードがなくなって敦賀に行くにも今この9時以降は日中普通列車が1時間に1本しかないといった状況になっております。やはり 竹け駅や鯖駅に来ても、大阪や京都、名古屋が本当に遠くなってしまった、乗り換えが敦賀で必要ですし、そして料金も高くなっている、大阪や京都のお客さんからは、なんでこんなに不便にしたのか、怒られるという事業主の方、このた鯖鯖さばえエリアで非常に増えております。ややっぱりこののの我々地地域や嶺南地域の経済というものは 中京や関西方面との結びつきそこを市場としてお客さんが来たり物を売っている市場ですでもそこの特急がなくなってしまって商売が難しくなってきているやっぱりこの課題こそまず最優先で私は解決をしなければいけないと考えておりますもちろん特急を回復させられれば最高ですけれども JR さん、なかなか新幹線と並行する特急というのは許してくれません。であれば、ここは福井県が所管をしている鉄道です、ここに1時間に1本、白鷺と同じように快速を走らせて、武富駅や鯖江駅に来れば、今までと同じように、大阪、京都、米原まで短時間で行けるようにすること、それが何よりも、この武富駅のにぎわいを取り戻す、湛南の地域経済をもう一度活性化していく、私は鍵になると考えております。 この1年半、県議会でずっと提案をしておりました。杉本さんは最初、竹富駅、そして鯖賀駅の人は減ってませんよとおっしゃってました。でも特急がなくなって人が減らないなんてことはありません。実際にこの3か月、この8ず月の通じは、4000人あった竹富駅の利用客は今、3600人まで1日当たり落ち込んできております鯖駅も同様です。 やはり、こうした数字をきっちり1年半示していくことによって、この9月に分かりました、確かに福井と敦賀の間の旅客数というのは、福井県が想定していたよりも多かったです、だからこの福井と敦賀間、特に竹隈駅から敦賀間の間の快速を増便するというふうに、県もやっと方針を転換、勝ち取ることができました。たただ、そのためにはお金が必要です。今 ハピラインの快速を鶴ヶ行き増やしてしまいますと、実は福井県が受け取れるお金が減ってしまいます。国、鉄道運輸機構から福井県、補助金を受け取ってますけれども、その補助金が減額をされるおかしなシステムになっている。要するに、福井県が地方自治体が頑張って快速を増やすと、国からのお手当が減るという、まあおかしなシステムになっている。これはちょっとおかしいんじゃないの北海道、そして福井県を含む11の全国の都道府県から。 この貨物使用量を増額してしててほいいという要望が出ておりますでも、鯖江の県会議員も、そして現職の国会議員も一切取り上げてきませんでした、おかしいじゃないですか。まず、この国の制度を変更をして、福井県が快速をこの武雄駅、鯖駅から敦賀に増便をしても、減額をされないようにする必要があります。お金がないと列車は走りませんやっぱりその 現職の国会議員や県会議員が政治家が一切やらないんだったら私がやらせていただきます福井県の方針は転換をいたしましたそのためのお金が必要な状況です私が国会に行ってこの貨物線路使用料の課題真っ先に国土交通委員会で提起をしていきたいというふうに思っておりますそしてもう一つ、まあ、このレールを快速を増やすことと同時に北陸新幹線を早く 新大阪までつなげることこれも非常に重要な課題ですこれは私は今非常に難しい状況になってきていると考えております大阪京都から非常に多くの反発をかっている点です先日28年の後期そして4兆円の総予算というものが示されましたまあ、オバマ京都ルートが4兆円かかるということに対してこれから工事費を負担するのは京都と大阪であります こんななな金額不憫に説明でできいいいじゃないかというのののが大阪やそして京都の政治家たちの言葉ですもうすでに東海道新幹線は走っています、サンダーバードは敦賀まで特急もある、だったら前原ルートでいいじゃないか、こういう声につながってしまっている、要するに4兆円の負担というものを私たちに求めておきながら、なんでそれを肩代わりしてくれるような制度を言ってくれないのか。 大阪府知事をはじめとして非常に大きな不満が関西の政界、そして関西の経済界にはあります。私は、ただ、その大阪は与党が違うんです。そことコミュニケーションをできる政治家が福井県には一人としておりません。やはり彼らに今、反抗を持っているのは京都府知事であり、大阪府知事です。 リニアモーターカー、国策で進めておりましたけれども、静岡県知事がノーと言ったら、調査にすら入ることができない、計画は止まってしまいました。今のままの状態でいけば、京都、大阪にレールを伸ばすことは1ミリもできない、オバマで止まってしまいます。やはり、ここは京都、大阪の府知事、府議会と直結で話のできる政治家が、私はこの湛南、冷南地域に必要だと思っております。区、まあ、区自民党さんでででいいでしょうでも2区には やはり大阪与党と直結で話のできる政治家を私はつけるべきだと思って、まあ、今回、立候補させていただいております、政党を選ばせていただきました。ぜ、ま、ひ、あ、今、米原ルート、まあ、石川県議会も議決しましたし、北国新聞も京都新聞も米原ルートの社説をどんどん書いている、この中でいかに、いやいや京都・オバマルートの方が大阪にとっても経済効果があるよ、関西にとっても 直結で通した方が潤うんですよという経済効果を大阪府知事をはじめとする関西与党に納得をしていただくことこれが私はオバマ共同ルート図形のためには不可欠の要素だろうと思っておりますぜひ今福井県に一人としていない大阪と直結で話のできる政治家を選んでいただいて鶴ヶ井勢の1日も早いオバマルートの着工をやらせていただきたい考えております ぜひ皆様、今回はさまざまな課題がございます。今、こうして回っておりますと、福井県議会でも私は電気代の値下げ、まあ、これもしつこく提案を1年半してまいりました。今、歩いていらっしゃる主婦の方、私の妻もですけど、この夏の電気代、エアコン代がすごかったという3万円を超えていた、そういった家計の主婦の方の声、いただいております。まあ昨年 国陸電力が家庭向けで42%、中小企業向けで60%の大幅な日本一の値上げを行いました。原子力発電所を日本一引き受けている福井県民が、特に敦賀市民が、なぜ日本一の値上げに苦しまなければいけないのか、非常に皆様の憤りの声、聞いております。今の物価高騰の最大の原因となっているのは、ガソリン、電力料金、エネルギー価格の高騰でございます。 電力会社にはすでに政府から4兆円、そしてガソリン会社には7兆円配っています、そして燃料費の高騰対策に使ってくれ、配っている、11兆円ももらっているんだから、まずは北陸電力さん、値上げを考える前に、自分たちの買っている石油や石炭、天然ガス、この燃料費を引き下げる努力をしたらどうですか、提案をさせていただきました。 東京電力、中部電力は今や火力発電部門は1社に統合しております。そこで日本人の半分、6200万人分の石油、石炭を買い付けをしている。一方で北陸3県で280万人しかおりません。しかも、丸紅であるとか伊藤忠であるとか、外部の商社から買っている。これでは安くならないじゃないですか。 東電、中電の連合会社はオーストラリアに天然ガス電まで自社で保有しております。自分のところのガス抜いてくるだけです。格安です。でも、それを外部の商社に委託している北陸電力、だから値上がってしまうんです。昨年6月の値上げでは、日本一上がったのは北陸電力、そして2番目が沖縄電力です。人口が少ない火力に依存している会社が日本一値上げをしていっている。 やっぱり自社で東京電力と組んで、6000万人分以上一括購入することで燃料費を下げ、電力料金に上乗せをしない、こういった企業努力を北陸電力も行うべきではないか、県議会で提案をさせていただいて、実際に福井、石川、富山、3県のエネルギー環境部長合同で、富山の北陸電力本店で話し合いを持っていただきました。やっっぱりこういった具体的な提案 あなたたち4兆円も政府からもらっているんだから、燃料費、自分たちの会社がどうこうではなくて、東電、中電がやれることがなぜ北陸電力はできないのか、こうした根本的なやはり、燃料費を下げる提案というものを、政治の側からもしっかりとプレッシャーをかけていって、電力料金の高騰を抑えていく、こういうことをやれる政治家が私は日本に今、必要だと思っております。でも残念ながら、与党も野党もやれないんです。 今、自民党さんは関西電力、北陸電力からパーティー券買ってもらっております。企業献金も受けております。だから4兆円上げるから、でもいくらでサウジアラビアの石油を、マレーシアの天然ガスを買っているか言わなくていいよ。燃料費は非公表で、経済産業省から支援を受けている。だから石油を100円で買っていても、110円かかりましたと国に申請をすれば10%抜けます。だから各社最高益を、 昨年6月計上いたたししましたやっぱり私たち中小事業主が、今私たち県が皆さんに30万円配ってますね、燃料高騰対策費として、でもその時には皆さん、領収書を必ずつけるじゃないですか、うちの会社は先月、これだけ電力会社、電力料金上がりました、だから30万ください、福井県に申請していただいている。でも電力会社は一切領収書を出さないんです。 いくらで買ってるのか非公表でお上に申請してもらっている、それが4兆円なんです。こんなおいしい話はないじゃないですか。やっぱり国民中小事業主に領収書を求めているんだったら、電力会社にも領収書を求めて、しっかりとその中身を開示させていくこと、これが私は重要だろうと思っております。でも、そういうことを言うと、資格が立つんです。今、まあ、立憲民主党さん、国民民主党さん、 国会では、どの野党もこの電力料金の値下げ、口にいたしません、連合さんが抑えているからです、北陸電力も関西電力も、やはり連合さんがその最大の組合員として入っております、福井県の連合さん、一番組合員数が多いのは電力会社です、その電力会社のに対して、料金上げちゃいかんよというと、あいつを潰せ、資格を立てろ、こういう動きになってしまう。 私はこれではいかんと思うんです。やっぱり今、日本人が一番苦しんでいるのは物価の高騰です。物価の高騰に対して一番肝になっているエネルギー価格を下げろと言ったら、資格を立てろ、これでは私は野党の意味がないだろう、連合の下部組織になっていては意味がないだろうと思っております。ぜひ皆様自民党党さんはは献金ををもらららっててていいるるかか兆円領収書なしししで渡しているそして野党の側は連合が文句を言うから口に チャックをしているこの状況では誰が国民の思いに応えられるんでしょうかぜひ皆さん今度の選挙というものは皆さんの毎月の電気代であるとかガソリン代であるとか本当に負担を軽くしてくれるのはどの政治家なのか選んでいただく選挙でもございますぜひ投票に行っていただきたいと思っておりますそしてもう一つ その物価高騰対策として、私は食品にかかる消費税は0%を目指したいと思っております。まあ、今、格差が広がっております、特に低所得世帯ほど食費の負担というのは大きい、人間は食べなければ生きていけません、そこに関して消費税を8%取るというのは、私は酷だろうと思っております。人間が食べなななけけければ生きていいい以上そこには税金をかけないやはり 所得の低い人ほど消費税の負担という、食費の負担は重いです。ここをゼロにしていくこと、アメリカでもイギリスでもドイツでもやってるじゃないですか、なぜ日本でやらないのか、こういった食品消費税の減税というものも、私は日本で舵を切っていくべきだろうと思っております。ぜひ、今の物価高騰対策、特急廃止の課題、私が議会でやってきたことをそのまま国会に持ち込んで、結果を勝ち取ってまいりますので。 ぜひ、今度の衆議院選挙、投票に行っていただきますようお願い申し上げまして、本日の第一声とさせていただきます。